Salut les amis, alors bienvenue dans la suite de ce let's play sur Shadowbringer, le DLC de Final Fantasy XIV. Alors dans cet épisode, nous allons faire un retour à Crystalhomme et la défendre contre une attaque massive de purgateurs à Grand Lac. Je vais vous laisser profiter de tout ça tranquillement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. みんな無事だったんだな。もちろんよ。どちらかというと心配なのはこの拠点の方だわ。それなら大丈夫。ユールマー軍はこの空を見て完全撤退したみたいだ。常闇の糸島もまた洞窟の奥に引っ込んだよ。だってみんな見たんだ。 本当の天の暗き海を命の行く場所を暗き海は満たされる穏やかな静けさと温かな慈しみでな祈りはちゃんと届いてた。そう感じた時言葉にできないほど勇気が出た。 人の命はきっとボロボロのこの世界でさえただ終わっていくだけじゃないんだ。なあ、あんたたちのことをずっと不思議な人たちだと思ってたんだ。でも今回で納得がいったよ。みんなは闇の戦士だったんだな。 バカね。それを聞く必要があって、夜の民の祈りは誰かを祀るものじゃない。過ぎていった人が紡ぎ、あなた。分かってるよ。でもそうだ、せめて一度くらいみんなを称えて宴を。ルナル、 彼らは行くわ。次になすべきことを死に、そして私もまた彼らと共に、それが魔女魔導屋の本当の役目なのだから。分かった。でも みんなへの感謝は決して忘れないよ。あの美しい闇に誓って。
お前の体に光が封じられてるか。見たところ普通そうだが。ま、そうだな。ここで罪喰い討伐を投げ出しても危機は去らないわけだしな。ところでエメトセルクの言っていたこと、ハイデリンが作り出された存在だって話が、俺たち光の加護を受けし者はハイデリンのテンパードみたいなものなのか。あ、いや、お前も知らないなら今はいい。奴の話そのものがお前たちを揺さぶるための虚言だった可能性もある。正しいかどうかなんて簡単にひっくり返る。楽しかった思い出も削り取りたくなるくらい憎くなる日が来るかもしれない。だからこんな俺はもう誰かを肯定も否定もすべきじゃないと思っていたが、スリザーバウの奴らが夜を見て感激していたこと、よかったなって俺も思ったよ。冒険は楽しかったが、それと同じくらい戦った後に送られる誰かの思いが好きだった。それを思い出した。少しだけな。どうだった？定時連絡は。今のところ戦況に大きな変化はない。何度か小規模な衝突を繰り返しているが、同盟軍も帝国軍も攻めあぐねているようだ。膠着状態か。兵力だけ見れば同盟軍はよく耐えている方だな。まああの粒子戦争を乗り越えた国も加わってるんだ。そうでなければ困るさ。だが戦の長期化は双方の望むところではなかろう。この停滞は嵐の前の静けさともなりうる。帝国が一気に肩をつけようとしたならば、黒バラの投入もある。やはり調査を急ぐべきだろう。侵入の手回しは。無論進めている。加えて気がかりな情報をつかんだ。国境地帯ギムリトの戦場から帝国百人隊長が一人姿を消したのだ。敵前逃亡か、どこかで死体になっているか。どちらにせよ珍しい話ではないだろう。確かに姿を消したままであればな。だが最近になってそやつがこの帝都で目撃されたとなれば話は別だ。敵前逃亡ならば帝都に戻るような真似はすまい。死んでいたならば死体が戻ったということになろう。おお、つい最近聞いた話じゃないか。現在
ゼノスを語っていると思われるアシエン・エリディブス。同様にいずれかのアシエンが百人隊長の体を得たか、あるいはまだ我らの知らぬ駒が盤上に置かれているのやもしれん。この件についても引き続き追わせている。我らも行くとしよう。なるほど、随分とつまらぬ戦になりかけているな。父上も、いや、この体では赤の他人か。情の一つもわかぬのはそれゆえとしておこう。そうだ、俺を俺となせるのは今やあの男のみ、我が高き獲物。いずこかで爪は研げたであろうな。貴様が道を開かんとするなら、俺もまた宿命をひざまずかせようぞ。
よし、防壁の展開は成功したようだ。ひとまず街中の安全は確保ね。次はどうするの？レイクランド各所ではライナたち衛兵団を中心として積み食いとの戦闘が始まっているんだ。すでにサンクレットたちも戦線に加わっている。私たちも合流して積み…
せてあげる。こんなものかしら。Thank you.
もらう。この力を君に。もう少しの辛抱だからな。さっき援軍が来たって誰かが言ってた。だからもう大丈夫だ。おい、逃げろ。闇の戦士が来て夜も取り戻したんだ。俺たちこれからだろな。あ、四季様、止まれ、止まってくれ。あ、嫌だ、来るな、来る。なんでなんだよ俺。進めまだ戦える者は合流、負傷者は後方に移送せよ。大丈夫だ、我らは勝てる。この者、英雄なきはずの世界で
それはなおまばゆく。多くの犠牲を出しながらも、その奮闘によって戦いはかろうじて終結した。すみません。大きな戦いでしたから、多少の怪我は致し方ありません。こうして命があるのですから。あなたには皆を代表して感謝を。その活躍がなければ、間違いなく被害はさらに深刻でした。衛兵団については、すぐに立て直しを図ります。また襲撃があっても持ちこたえられるよう、それでは、失礼します。私、ユールモアのバウスリーが宣告しよう。こたびの襲撃こそ、お前たちの愚行に対する天罰である。滅びゆくこの世界で、最後の希望として私を生み出した。私は、人と罪悔いの盟約を結び、楽園を築くものである。事実、罪悔いは私と私のしもべを決して食らわない。対してお前たちの罪は深まるばかり。私の秩序に従わず罪悔い狩りに加担する。こたびの悲劇をもって悔い改め、お前たちの行いは秩序にあだなす。
Yeah.